今回は私立幼稚園また小中学校を今自粛と休校ということになっていますけれども、その変更がございますので、そのお知らせでございます。常総市ではこの新型コロナウイルス感染症の拡大防止、これを目的にですね、5月の31日までの期間、私立の幼稚園の臨時休園、そして並びに小学校中学校の臨時休校を実施しているところでございます。子どもたち、またご家族の皆さんには、この間家庭でのさまざまな取り組み、ご協力をいただきまして本当にありがとうございます。変更点についてこれからご説明をさせていただきます。まず幼稚園の方でありますけれども、5月の18日、来週の月曜日から22日までの間、休園にしておりましたけれども、試行的に開園をさせていただきます。登園は希望制とさせていただきまして、必要な方は、心配な方はお休みしていただいても大丈夫です。家で見られるご家庭の方は、ぜひ継続でご家庭でご協力をお願いしたいと思います。保育時間は始業から午前11時まで、午前中ですね、の間開園をさせていただく予定になっております。そして私立の小中学校でございますけども、学校再開に向けて臨時休校中における分散登校を18日から実施させていただきます。18日から29日までの間、児童生徒1人につき週2回の登校日となるような分散登校です。登校時間は午前8時15分から午前11時15分まで、午前中の間ですね。そして令和2年の6月の1日からはですね、授業を再開する予定でございます。この6月の1日からについては給食も準備を進めております。また三津街道の夜間中学学級、こちらについては分散登校は行わずに、授業の開始を6月の1日、そして開級式県入学式でございますけれども、6月の2日を予定してございます。また児童クラブの運営についてでございますけれども、引き続きですね、このクラブへの利用の届け出を提出した上で児童クラブを利用可能ということにさせていただきます。分散登校開始以降もですね、引き続きご家庭でお子様を見ていただける場合には、ご自宅でのご協力をお願いしたいと思います。利用時間については午前7時から午後7時まで、月曜日から金曜日はそういう形にさせていただきたいと思います。まだまだ大変な状況は続きますけども、少しずつですね、子どもたちの元気な声が学校で聞こえるように、市長も楽しみにしておりますので、皆さんで一緒に頑張ってまいりましょう。